ここで投手を変えてきます。マリーンズ中継ぎこそ俺の仕事だ、全力で抑えるぜ、薮田康彦。初球投げた、あっと止めた。そして送球は先頭バッター塁に出ました。さあランナーを置いて迎えるのは2番大島、左バッターボックスに入ります。インコース、これはバットが空を切ってしまった。低いところ、これは見逃し。平凡な当たり、さあゲッツーコース、一塁へ、余裕を持ってアウト、ワンダウンです。さあバッターは磯部、今日はヒットを1本打っています。さあ1球目内角、これは見逃し、ワンストライク。投げた、インコースへの変化球、これも見逃しました。センターへ、守備範囲ですがこれはアウト。さあタッチアップ、ランナースタート、ランナーセーフ。ツーアウト、得点圏にランナーがいます。バッターボックスにはロペス、今日はここまで2安打です。外角、これは見逃し。低め落ちる球、これは見逃し。ツーストライク、ノーボール。うまいバッティング、レフトへ、レフト後方、イーグルス一方的な展開を見せています。3球目でした。余裕のないバッティングと言ってもいいんじゃないですか。落ちる球で来ることが予測できていたようですね。お見事でした。さあバッターボックスは吉岡、今日はタイムリーヒットを打っています。平凡な当たり、打球はセカンド、一塁へ。8回の裏、この回のイーグルス、追加点を入れてさらに差を広げています。9回の表、イーグルス大量リードしています。先頭バッター今江、チェンジアップ、これはバットが空を切ってしまった。内角、バッターこれも振ってきます。追い込んでいます。外角、わずかに外れてボール、バッターよく選んでいます。まずは三振でワンアウトを取りました。バッターボックスには1番、今日いい当たりのない西岡。低め、これには対応できませんでした。ワンストライク、ノーボール。低いところ、これは合いません。ここまでは投手有利。低め変化球、わずかに外れてボール、バッターよく選んでいます。これで4人連続三振。バッターボックスは2番、今日ヒットを放っている井上。うまいバッティング、ショートへのゴロ、一塁へ、完封達成。興奮冷めやらぬフルキャストスタジアム宮城からナイトゲームの模様をお伝えしてまいりましたが、イーグルス、マリーンズを下す結果となりました。三宅さん、レポーターの内田恭子です。はい、お願いします。惜しくも敗戦となったマリーンズ監督の談話です。エラーはつきもの、ピッチャーが抑えないとと少し呆れた様子で話してくれました。ラス、見事今日のヒーローに輝いています。それでは今日の試合のハイライトです。まずは2回の裏、イーグルス、このヒットで先制します。そしてさらに7回の裏、ワンアウトランナー一塁三塁、イーグルス追加点を挙げ点差を広げます。そして8回の表、イーグルス、
ピッチャー気迫のこもった投球で三振。そして8回の裏、イーグルス見事なタイムリーで点差を広げます。そして9回の表、イーグルス最後はきっちりアウトを取ってゲームセット。イーグルスピッチャー見事完封勝利です。この試合の模様は実況三宅でお伝えしてまいりました。それでは皆さんごきげんよう。Thank you.